では早速、フロントパネルコネクタを接続します。まずはパワーリード、これはここです。左側がプラスで右側がマイナスです。その隣がパワースイッチです。これですね。左がプラスで右がマイナスです。そしてこちらの画面から見て左側のピンヘッダーの奥がハードディスクリードです。左がプラスで右がマイナスです。で最後リセットスイッチ、左がマイナスで右がプラスです。これで全部のピンヘッダーが接続できました。奥までしっかり差し込みます。では続きまして、 JAUD1 フロントオーディオ、 HD オーディオですね。ここです。次に USB、 USB1、2、3、 まあ1に入れますか。IEEE13941341341 J1 13941 J1 13941、 ここですね。IEEE USB、 はい、以上。では一番忘れがちな CPU 給電 12V ですね。田の字給電を挿します。それとこれは天井からのファンですね。
これも刺しときます。あとはドライブですね。